では、情けは人のためならずというものをやっていこうかなと思います。で、ちょっとなんかここに文章あるんですよね。情けは人のためならず、猛虎に家を焼かれたゆえ、新たな家を建てるという男にあった。そうなんですよ、道中。男はすべて一から始め、大事なことはその途中で学んできたという。求められただけの木材を渡したが足りたのだろうかというところでね。はい、その木を3つ渡ほど渡して、で、ここ野宿するか家を作るかみたいなことを言っていて、その子に、その人にちょっと木を渡したんですけど、ここに家を作ろうとしているということかな。うん、なるほど。あれけど何が進むっていうわけじゃないのか、これは。もしかして、あ、なんか読めますね。ちょっとこれじゃあ読んでみましょうか。はい。ある男の誓い。もう、猛虎に家を燃やされた。されど諦めてなるものか。再び家を建ててやる。まずは森で材木揃えて壁を作る。次に草原で獣狩り、川剥いで屋根を作る。それから浜に流れ着いた船から鉄をもらう。すべて揃えば、狸狩りの森に小さい家を建てられる。己への約束としてこれを記す。必ず成就させる。太郎さん、手伝うよ。ねえ、この家建てようよ。ダッシュ村一気だよ、一気。木島編スタートだよ、これ。はい。まあ、という感じなのか。まあ、とりあえずまだ何も進んでないって感じかな。それかは、なんか道中とかにで会うのかな。うん。まあ、とりあえずこれはこれで別軸で進んでいる。情けは人のためならずというところで。はい。一旦。これ今の、増えてたりするのか。増えてたりとかはないね。オッケー。ということで、一旦じゃあ、情けは人のためならず終了ということで。じゃあ、録画しとくか。ここで、何かに困った人がいましたというところで、ちょっとお話ししてみましょう。家はどうだ？滞りない。あ、これあれか。家の人か。一から何か作ったことは？あるとは。一から何か？それがいい。クロードという概念かな。皮を剥ぐ手立てを学んでるんだ。うーん。普通はトトから教わるんだろうけど。トトからね。テテからね。親は侍の襲来で死んだのか。その時の大水で死んだと聞いた。ああ、そうなんだ。それからしばらく、ババが育ててくれた。ババが？さらばだ。お、ああ、この人か。なるほど。なんだっけ？情けは人のためならずみたいなやつだ。はい。じゃあちょっとこれは6つ譲りましょうか。これを使え。はい、どうぞ。少し余ってしまってな。何度も、ありがとう。あ、いえ。本来ならあなたを頼らず、うん。一人でやらなきゃいけないのに。もいや、まあ大変でしょ、これは。家を燃やした猛虎が悪いのだ。畑仕事をしてたから、何も持ち出せなかった。うん、なるほど、そうか。だけど、やり直すしかない。せやな。今度はあなたに見つからずに材料を集めてみる。おう、了解。頑張ってな。けどそういうね、志、こういう、そういうところがあるのがね、大事なんで、その、何もしないでもらうというよりはね、やっぱりなんか、ちょっと、その、自分で何とかしようとする意志があるからこそ、こういうふうに何かを手伝ってあげたくなるのでね。はい。頑張ってな。はい。じゃあまた、見つからないようにしてください。まあ正直、こっちは見つけたいんだけどね。はい。というところで。これ進んだのかな、これ。確かなんか、あった。情けは人のためならず。あともう俺は男に木材と革を譲った。どこかで再び会う気がする。けどさ、これ見つけるの超大変じゃない？はい。というところで、とりあえず、情けは人のためならずとね。うん、けどこれ人のためにならないってこと？まあ、いっか。とりあえず。じゃあ、録画終了。よし。ここにいるでしょ。あ、いた。い
ました。情けは人のためならずの人が。終わりが見えない。見える、大丈夫。結構進んでたよ。だっけ、何これ、ゴミ。ウイス、どう調子は、進捗は。ちょっとお話ししますよ。お主、うん、浜で会うとは驚いたな。実は何を探してんの。家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、うん、鉄か。玉鋼がね、こうして鉄を集めてる。息ではここが一番だと思ってきたんだけど、うん、船が羨ましい。なぜだ。ボロボロだけど、うん、元の形がわかるだろ。おう、まだ元の形すらわかんない。ああ、そういうことね。トトの手ぬぐいも、ババの櫛も、うん、燃えたからさ。ああ。また一から作りたいんだ。家を、家族。まずはここから鉄を探さなくちゃ。全部をね、一からね。うん。どちらも手に入らない。大丈夫。少しは足しになるか。いっぱい持ってる。これは受け取れない。え？あなたが建てたことになる。いや大丈夫。あとは全部自分でやるんだ。燃えた。うん。故に。お主の力になれれば嬉しい。では、うん、ありがたくいただきます。おう、家の場所は境砦の西にある草原。おう、いつの日か招待する。お、もうすぐ行くよ。約束だ。約束だ。ありがとうございます。あ、間違えた。あぶな、ごめんな。はい、情けは人のためならず。あ、ミッションが出た。あ、じゃあこのまま行きましょうか。情けは人のためならず。猛虎に家を焼かれたゆえ、新たな家を一人で建てるという男に会い、男が求めているものを差し出した。家の場所は境砦の西にある草原だという。尋ねてみるか。尋ねてみましょう。尋ねてみるけど、一応防具は変えとこう。クロードにして、で、これだ。終わった。はいはい。あ、いいね、これ。猛虎に家を焼かれたゆえ、新たな家を建てるという男になった。男はすべて一から始め、大事なことはその途中で学んできたという。男が求めるものをすべて差し出した。家の場所は境砦の西にある草原だという。尋ねてみるかと。行きましょう。ん？境砦の西にある草原だという。あ、ここだよね。あなたは。お、できてる家が。しかも奥さん。お、すごい。あっという間にできてるね、家ね。よかったよかった。本当に来てくれた。ああ、はい、まだ名を聞いてなかった。あ、酒井の陣。俺は太郎だ。あなたは酒井陣だろ。あ、大高を切った人。家を建ててる時ふと気づいたんだ。うんうん。大行に聞こえるだろうけど、お、俺の自慢の家だ。うんうん。手伝ってもらったけど、見て、天井の梁はあなたの材木だ。おお、いいね。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下、あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。うん。使わないよう心してたけど、ほうほう、観念したよ。一から何かを作ったって、うん、これで言えるだろ。言える言える。俺はこの家でこれ本当にいつか家族を作る。いや、楽しみができた。本当ね、こういう人たちの家が。かつての俺は息の家が焼ける様を見ているほかなかった、うん、できていくっていうところは見たことない。この家は俺にとっても門出になる、うん、いや、素晴らしい門出になるよ、これは。ありがとうございます。こやつどうしゅう。情けは人のためならず、うん。いいね。情けは人のためならずって、なんかちょっとネガティブな言葉だと思いつつ、これは、ジンさんにとってためになっているっていうところが、その情けは人のためならずっていうところ。うん。それがかかってる感じですごいいい。うん、剛力の護符、狙いを定めている最中、ブレが収まり、自動的に矢を、いなく、いいね。うん。なるほど。いやー、とてもいい。とてもいいキュークエストだった。これじゃあ、ちょっとオタク拝見させていただいていいですか。お邪魔しまーす。あー、立派なお家だこと。いろいろ手伝ってくれてんのか。
わあすごいね。暖かいところで眠りたい。うん、いやここだいぶ暖かいでしょ。ああ素晴らしいね。これドキュメントないのかな。あ、ちゃんとね、あの神棚もあります、ね。はい、じゃあこの家がね無事であるよう願っているよ。ここは猛虎で襲われようもんなら俺はもうね全力で阻止するから。よし、みんなもこの家を大切に守るんだぞ。奥さんか彼女かまだわかんないけど大切にしてくれ。よし、祝い酒を飲むとするか。あお、俺も混ぜてほしいところだけど。よし、というところで情けは人のためならずでした。これはあんのかな。 あった。うん、情けは人のためならずでした。ではでは。